皆さんこんこにちは <laughs> やはりあの今こういう新聞でですねあの学術会議のことがこう話題になってますしあの、まあ、我々が学問をする者にとってもあの一つの大きな危機的状況がねこうあるというふうに思っているわけです。というのはやはりあの特に、まあ、軍事研究だけではなくてね 中国があの今かなりそういうことでねあのいろんなあの、まあ、共同研究みたいなことをあの言ってきてるんです実はと私の方も来ましてですねある有名な大学の教授からですねあの、まあ、共同研究と一緒になんかあの まあ、ある機関を作ろうじゃないかというような提案をねあのされまして、まあ、私はもうあの、まあ、拒否すると同時に全く無視しているわけですがしかしこういうことがですねあの学,学者にみんなある程度いろんな分野でですねやってる方に来てると思うんですね。で今はもう本当にあの中国自身があのそういうい大学でさえも あのお金ががななくなっているという状況がですねそれからもちろん公務員がみんな言及されているということもあるってですね非常にその経済的なこの、まあ、状況が日に日に悪くなっているということでですね 何するかわからない状況が出てくる。つまり、単なるいろいろな、まあ、機関からの申し入れがですね、上に共産党が必ずいるためにですね、大学でさえも、あの、共産党がいるわけですね。で、これは、あの、私も、あの、いつも体験してるわけで、学会行っても必ず共産党が上にいるわけですで。こういう状態では学問が成り立たないわけですよね。ですから、その学問成り立たない,立たないことをね、 日本では、まあ、あのこういう私のような警戒している人だけではないそのまま受け取ってですねあのまあ彼らと研究を共同研究をしたりあるいはこう知識の交換をしたりするということで,で今あの学術会議の一斉辞任をする器具があるとか言って首相がですねこの対立回避を決断してと言って 言ってましたけれどやはりこれはははすすべきででないんですねやはりあの学術会議がこの改革法案提出を見送ったということはですねあのやはり我々がしっかりとした態度で彼らに対するということを、まあ、我々がですねしっかりあの声明を出すことによってあのまあ,あ その力になりたいというふうに思っているわけですで今日はです、ね、あの特に軍事関係で、まあ、専門でいらっしゃるあの矢野先生にです、ね、これを読み上げていただいてあの、まあ、これをあの学術会議あるいは一般の方々に訴えたいと思うんであのでではじゃ矢野先生お願いします、えっと、ただいまあのご紹介いただきました矢野でございます。 えー、いささか、あの、長文でございますので、私の方で、えー、内読をさせていただきます、えー。それでは、あの、声明文を、朗読させていただきます。えー、声明、日本学術会改革を貫き変更した人事と、構成を欠く声明文発出過程を立たせ、GHQ は昭和20年9月、日本弱体化、とりわけ非軍事化を目的とし、その広告後の初期対日方針の中で、戦争遂行力の発展を目指す、 特定の研究及び指示を禁止するとの方針を指令している。日本学術会議は昭和24年1月、内閣総理大臣の所轄のもと、政府から独立して職務を行う特別の機関として設立されたが、この GHQ の指令を未だに忠実に守り抜いている。日本と世界をめぐる安全保障環境は、一律しく悪化し、世界は多極化し、各国は軍事、経済、情報、技術にわたる、 総合国力の優位を目指し、国力の源泉ともいえる先端軍民療養技術の研究開発競争にしのぎを削っている。このような時代にあって日本学術会議が未だに日本弱体化を目的として強制された軍事研究反対という硬直したイデオロギーに固執するならば、安全保障上のみならず民生分野においても産業力、技術力の立ち遅れをもたらし、 引いては国力の衰退を招くことになる。また以下述べるように、日本学術会議は本来国の機関であり、会員は国家公務員であるにもかかわらず、会員の人事あるいは声明文発出の過程には、特定党派を利する、偏りあるいは不公正、不明瞭な観光が見られ、可見費などの予算配分にも圧力を及ぼし得る立場にある。このような特定党派が不当に人事権を宣断し、 あるいは不公正、不明瞭な過程を経て声明文を発出することは国家公務員としての責務を逸脱し国益をはらしく害し国民の期待に対する配信行為である。これらの責任を正すべく提案された内閣の日本学術会議改正案を我々は支持しその一日も早い成立を期待する。 日本学術会議改正案の内容と学術会議側反対論の背景について。本年4月、日本学術会議は13年ぶりに勧告を出した。4月18日付、毎日新聞によれば、日本学術会議は同日の総会で、学術会議法改正案の今国会への提出を思いとどまり、開かれた協議の場を設けるよう政府に勧告した。その後、政府と日本学術会議側の間で協議が重ねられ、 4月20日、同改正案の今国会への提出見送りが決定されたと報じられている。上記総会で示された内閣府の改正案の文案の全容について、いかのように報じられている。改正案では、会員選考に第三者が意見を述べる選考諮問委員会の委員は、学術会議外の5人が務め、会員選考では諮問委員の 意見を尊重しなければならないと定めた。諮問委員の任命権は学術会議会長にあるものの、任命前に市長が議長を務める政府の科学技術イノベーション会議、CSTI の有識者らと会長が協議するとした。また、中期業務運営計画で他団体との連携強化や国際交流など、今後6年間に学術会が行う活動について、 目標や実施時期を定めるとした。学術会議は国の機関として存続することが決まっているが、3年後と6年後に国の機関以外の組織とすることも含めて、あり方を見直すことも明記された、とのことである。日本学術会議の内閣府改正案への反対の背景には、軍事研究反対を貫いてきた創設以来の歴史がある。日本学術会議は平成29年3月24日付の 軍事的安全保障研究に関する声明において、いかのように従来からの軍事研究拒否性を再度表明している。同声明では、1950年に戦争を目的とする科学の研究は絶対にこれを行わない旨の声明を、また、1967年には同じ文言を含む軍事目的のための科学研究を行わない声明を発した背景には、 科学者コミュニティの戦争協力への反省と、再び同様の事態が生じることへの懸念があった。近年、再び学術と軍事が接近しつつある中、我々は大学等の研究機関における軍事的研究、すなわち軍事的な手段による国家の安全保障に関わる研究が、学問の自由及び学術の健全な発展と緊張関係にあることをここに確認し、 上記二つの声明を継承すると。と言明している。しかしなぜ軍事的な手段による国家の安全保障に関わる研究が学問の自由及び学術の健全な発展と緊張関係にあると断定してはばからないのであろうか。それは日本国家の行う軍事研究に協力するのは戦前戦中の反省を踏まえず学問の自由を失う道を再び歩むことになるとの イデオロギー的観点からの主張であるからに他ならない。このような文言の背景にあるのは、戦前戦中の日本を敵視し、国家を抑圧機関、軍をそのための暴力装置と見る典型的な共産主義イデオロギーの歴史観と国家観がある。その一方で、日本学術会議の会員や学会には、講述するように、共産国との学術交流や共同研究に反対声明を出すどころか、 むしろ住んで協力する大学や研究者もいる。このように日本学術会議の軍事研究反対姿勢は日本の軍事的研究には協力しないが共産国の軍事研究は黙認するか住んで協力するという共産主義イデオロギーに立つ変更が見られることは明らかである。日本学術会議の変更した人事と構成を書いた声明文発出の過程について このような日本学術会議の変更した軍事研究反対声明はどのような背景から生まれてきたのであろうか。日本学術会議は各々70名からなる参考部会制をとり、第1部会は人文社会科学系、第2部会は生命科学系、第3部会は理学工学系と部門別部会に分かれている。日本学術会議の運営に関する事項を審議するために幹事会が設けられているが、 基本的には各部会は独立的であり、相互に干渉しないのが関連になっている。ただし、軍事研究反対といった政治的課題については、第2、第3部会は政治に関心のない会員が多数を占めているのに対し、イデオロギー色の強い会員が影響力を持つ第1部会が、日本学術会議全体の主張の方向性を決める上で主導権を持っているとみられている。事実、 令和2年10月の調査結果によれば、当時の第一部会会員64名中3分の1近くの19名が、新聞赤旗にその正義的主張、運動が取り上げられている人物か、あるいは安全保障関連法に反対する学者の会のメンバーであるか、その双方に該当している。会員の人選がこのように共産主義審判に変更しているのは明白である。 会員の人選方法については、昭和60年以来、選挙は行われず、さらに平成17年以降は、今会員が次の会員を推薦することになっている。推薦された270名全候補者の名簿は内閣に提出され、内閣総理大臣がその名簿に基づき、正式に会員を任命するという手続きが踏まれている。なお、正規の会員以外に約2000名の連携会員が存在するが、 その人選については実質的に各部会に委任されている。問題は会員の人選と声明文発出の過程にある。人選については前述したように日本学術会議は国の特別な機関であり、会員は特別職国家公務員である以上、最終的な人事権は同会議を所管する内閣総理大臣にあることは言うまでもない。しかし菅義偉前総理大臣はこの提出された名簿のうち、 6名の会員候補者については任命を拒否した。このことに端を発し、日本学術会議の改革を目指す政府と、それに反対する学術会議の対立が深刻な政治課題になった。しかし人事権は内閣総理大臣にあり、その人事に反対するのであれば、日本学術会議は国の特別な機関の座を折り、民間機関として再出発するのが筋であろう。 その点、今回の政府改,革改正案でも、今後、国の機関以外の組織とすることも含めて、あり方を見直すとしているのは妥当な判断である。ただし、民間機関にすれば、逆に政府や国民の管理統制もき届かなく行き届かなくなる恐れもある。その場合は政治的中立性が維持されねばならない。 日本学術会議の政府部発出過程についても変更を許す不公正な点がある。平成29年の軍事的安全保障に関する声明の場合、まず第一部会内において軍事研究反対派の有力会員が反対声明を規範し、同会員により軍事研究に関する安全保障と学術検討委員会が設立された。委員長には発起人が就任するのは慣例になっているため、 批判者である軍事研究反対派の会員が委員長になる。その委員長が自ら同調派の会員を副委員長と幹事2名に指定し、さらに連携会員の中から同調者を委員に指定して委員会の多数派を同調勢力で固め、彼らが主導してまず第一部会内で反対声明を決議する。第一部会が決議すれば第二、第三部会は異議を唱えず、日本学術会議の声明文として発出され、 事実上、医師会員のイデオロギー的主張は、日本学術会議全体の意向として部外に発信されることになる。さらに、予算面での影響力もある。文部科学省所管の独立行政法人である、日本学術振興会は、約2487億円、令和3年度にも上る科研費、科学研究費、助成事業に対して、審査、評価する権限を持っている。 この可見費の配分についても日本学術会議は独立行政法人日本学術振興会法第16条の文部科学大臣は振興会の業務運営に関し日本学術会議と緊密な連絡を図るものとするとの規定に基づき審査委員の人選等を通じ影響力を行使できる立場にあるこのような可見費配分への影響力があるため日本学術会議に属する 学会や関連の研究機関大学等も日本学術会議の声明に対しあからさまな反対を唱えることができず皆声明にサインを表することになる。日本学術会議は単にイデオ,リイデオロギー的変更という問題を抱えているだけではなく予算や人事面でも強力な影響力を行使できる既得権を代表する組織と化しているとも言えよう。 以上のような変更しかつ不公正な日本学術会議の人選、あるいは性的声明文の発出過程を踏まえれば、今回の政府の改正案は、第三者の公正かつ中立的なチェック機能を導入しようとするものであり、妥当な内容と判断できる。各大学の防衛装備庁安全保障技術研究推進制度への応募に対する矛盾した反応に対応について、 某国立大学では平成28年4月6日付の部内文書として理事副学長名で各部局長に対し安全保障軍事技術に関わる研究のファンドへの応募や共同研究の受け入れにあたっては当該ファンドが研究の自由が確保されること及び研究成果の公開性が確保されていることとの条件を満たしているかの確認を含め 役員会において慎重に審査検討するよう依頼する通知を出している。防衛装備庁の令和5年度安全保障技術研究推進制度公募要領令和5年1月では、その1.3項に本制度のポイントにおいて以下の書店を強調している。受託者の研究成果の公表を制限することはないこと。 研究秘密をはじめとする秘密を受託者に提供することはないこと。研究成果を特定秘密をはじめとする秘密に指定することはないこと。プログラムオフィサーが研究内容に介入することはないこと。すなわち同制度が大学側がファンドを受け入れの条件として部内で規定していた研究の自由及び公開性の確保という二条件を満たしていることを上記 公募要領において文書で明確に保障している。それにもかかわらず、上記大学内では、同じ年、平成5年2月21日付の部内文書として、理事副学長名で各部局長に対し、平成28年、え付けの上記文書に基づいて、令和5年度も引き続き本学としての応募は行わないこととしていることを、 構成員に周知されたいとの通知を発出している。この文書の内容は防衛装備庁の上記令和5年1月の公募要領の保証内容を無視しており、たとえ研究受け入れの二条件が満たされていても、安全保障に関わる研究はあくまでも拒否するとの姿勢を明示したものであり、平成28年度の文書内容と明らかに矛盾している。 このような明らかに矛盾した内部文書の発出そのものが適正な文書審査が行われていないことを示しており、大学としての文書管理能力を疑わせる事案である。また、かかる行為は矛盾した文書を発出してでも安全保障関連研究をかたくなに拒絶するとの姿勢を、大学の名のもとに全構成員に強要するに等しく、安全保障に関わる学問の自由を侵害する行為と言える。 また類似した文書は全国の多くの国公立私立大学でも同時期に内部文書として発出されていることが確認されている。このことは文部科学省の関与、または指示があったことを強く疑わせる。日本学術会議とともに文部科学省内にもイデオロギー的変更を許す風潮があるとすれば国家公民として守るべき政治的中立性に反するものと言えよう。日本学術会議は 今年2月16日、梶田高明会長名で世界各国の著名な学者、研究者にレターを送付している。その冒頭に今回の日本学術会議改革案を日本学術会議のみならず世界の科学界全体に対し衝撃を与える問題であるとの認識を抱えている。諸外国では学術会議に関する団体は政治的中立性と学問の自由を守るため 中立的な民間団体として運営されることが多い。このレターの文面からは、日本学術会議が国の特別な機関であり、会員は特別職国家公務員であることには直接触れず、内閣総理大臣の管轄下にあること、及び国庫から資金提供を受けていることは述べているが、独立的に機能する団体であることを、及び会員人事の推薦権は日本学術会議にあることが強調されている。 あたかも中立的な学術団体に政府が事前の調整もなく、会員人事に不当な介入をしているかのような印象を与える文面になっている。このような日本の国内事情に疎い、国際社会の権威者に直接訴え、彼らの賛同を得て、それを背景に国内で自らの移動領域的主張を押し通すという手法は、いわゆる従軍慰安婦問題などにも見られた。左翼勢力がよく使う手法でもある。 国内でも今年2月、ノーベル賞受賞者等を含む8名の学者による日本学術会議法改革を慎重にするようにとの声明が出された。これらの動きが相まって反対圧力となったことが国会への改革案提出見送りに至った大きな要因であろう。日本学術会議はこのようなイデオロギー的な世論獲得工作に等しい行為まであえて行い改革案に反対している。 もはや学術団体とは言えず、特定勢力による政治闘争組織と化したと言っても過言ではない。改革を急がねば、日本の安全保障を危機に陥れ、国力の衰退を学ぶ。共産国の中国や北朝鮮は、徹底した国家総動員、軍民融合体制をとっており、学問の自由はない。それにもかかわらず、前述したように、日本学術会議の会員は、会員には、 赤旗講読者や安保法に反対する学者の会に所属する共産党審判が一般社会よりも異様に高い比率で含まれている。それだけではない。中長などに対し学術交流の美名のもと、機微技術の流出、漏洩を許す事案も生じている。我が国にはスパイ防止法すらなく、現状ではこのようなスパイ法助にあたる行為が野放しになっており、それを学術会が目下していると言える。 会員の中には中国の専人計画に応じ、あるいは国防7校といわれる中国の軍関係大学と交流している者も,もいる。某大学では中国人の研究生を受け入れ、彼らに極超音速兵器開発に関連する機微技術を盗まれるといった事案も生じている。政府改正案でも国際交流について歯止めがかかられているのは当然の措置といえる。また基礎研究であれ、人文社会科学系であれ、 大学や研究機関は国民の貴重な決税を使い研究に従事できて初めて成果を出すことができる。国民の8割以上が自衛隊を支持し、過半数が防衛力増強の必要性に賛成し、中長を脅威と見ている時代に共産党独裁体制の軍事力増強に手を貸す行為は国民の期待に対する背信行為と言える。学術会は真摯に反省し、国民の期待に応え、 行政の、農、産業及び国民生活に科学を反映浸透させるとの本来の目的に向けその責務を果たすべきである。日本学術会議の改革は日本の存亡を左右する重要課題でもある。政府改正案の早期成立を強く期待し以下要求する。一つ、日本学術会議会員の選定は政府が認定する会員以外の委員から構成された 委員会による公正な審査を経ること。その際に日本学術会議会長以下の最終人事権を認めず、法令に定められたあ内閣総理大臣による人事権を適正に行使すること。一つ、日本学術会議会員は特別職国家公務員としての責務を自覚し、特定の政治信条、イデオロギーに変することなく、学術会議本来の目的の遂行に先進し、 職務遂行中のに政治的活動を行えないよう義務づけること。一つ、日本学術会議会員に対し、特別職国家公務員としての守秘義務を遵守させ、国益を害するとみなされる行為を自ら行い、あるいは補助することを禁ずる法令を制定すること。一つ、独立行政法人日本学術振興会法を改正し、 第16条の文部科学大臣は、振興会の業務運営に関し、日本学術会議と緊密な連絡を図るものとするとの規定を削除し、日本学術会議の日本学術振興会に対する影響力を排除すること。一つ、日本学術会議に代わる新たな学術科学振興のための組織を内閣府に設置し、文部科学省の管轄する科研費に代わる 学術科学振興を目的とする新たな予算枠を創設すること。一つ、日本学術会議が内閣総理大臣の人事権に伏さず、今回の政府改革案反対姿勢を貫くならば、政府は日本学術会議を政治的中立性維持を条件に、日本学術、えー、民間の中立感に移行させよう。以上、令和5年5月13日、日本国士学会。 以上で、えー、朗読を終わりますどうもお疲れ様でした、はい、矢野先生ありがとうございましたこういう趣旨の下で研究も行ってまいりますので皆様にもご周知させていただきましたよろしくお願いいたします